こんばんは、善通寺のユーストリーム、第7回、今回はあの2月22日から始まった善通寺の、商売、6回が終了いたしましたので、とりあえずのまとめとして、今まで出演された方にお集まりいただきまして、今までの、ユーストリーム並びにあのご自分の商売を振り返って、お話ししていただきたいと思います。進行は、私森江と篠原です。どうかよろしくお願いいたします。篠原さん、よろしくお願いします。お願いします。あの今日はあの、まあ、あのテーブルにね、あのちょっと綺麗なお花あの飾っていただいておりますけど、これもあの篠原さんに用意していただきました。ありがたい心遣い、いつもありがとうございます。それではあの改めまして、各人のあの自己紹介と、自分の、商売の肝になる部分、これを、失礼ですけれどお一人3分以内で、話していただきたいと思います。で今、このテーブルフロアのとともに、皆さんの前に、あると思いますけれど、この笑い餅あの丸亀の、岩崎うどんさんに、ご用意いただきました名物のかの有名なわらび餅です。皆さんあの、話の方もありますので、喉に詰まらせない程度にあの、ご自由に、ご賞味ください。それでは、早速大浜さんからあのよろしくお願いします。万能から来ました、建築塗装をやってます大浜と申します。今日はどうぞよろしくお願いします。私の商売は、住宅の塗装、それと店舗の塗装など、まあ、車以外は何でも塗装いたします。それで、他の塗装屋さんとは違うところは、環境に優しい塗装を目指して、できるだけ刷毛塗り、ローラー塗り、手塗りにこだわって塗装しています。どうぞ今日はよろしくお願いします。じゃあ野崎さん。あ、野崎と言います。あの境出から参りました。今宿泊業で栄出国際ホテルという、ホテルを経営しておりますが、今ちょっとあの近況で、まあ、変わっているようなところを報告させていただきますと、まあ、あの2年ほど前に今までお風呂をあのボイラーでいわゆるガスであの沸かしとったんですが、まあ、最近あのエコキュートって皆さんご存知だと思うんですけども、業務用エコキューというのが出まして、それではそのボイラーをガスからいわゆる電気でお湯を沸かすという形を変えましたところ、まあ非常にいい効果が出ましたので、まあこれを皆さんにまあ普及しようかなというようなことから、まあ昨年からの会社を別会社を立ち上げまして、まあ今取り付け販売ということもさせていただいております。うちのホテルの特徴といいますと、まあ、いわゆるうちの近くにはバンノス工具地帯という四国電力だとか三菱化学、まあ、コスモ石油とかいうような工業地帯のメンテナンスに来られる方を、まあ、いわゆる長期滞在ということで、それをベースに宿泊をさせて、していただいているという状態なんですが、その他には、まあお遍路さんだとか、いわゆる、まあ、飛び込みの旅行客ですね、そういうところあたりを、まあ、ターゲットにしてさせていただいております。まあ、そういう関係上周りのホテルよりも、まあ、かなり自分で申し上げるのはなんですけども、手前味噌ですけども、かなり安く低価格でさせていただいているというのが、まあ、特徴だと思います。まあ、これからまたよろしくお願いします。どうぞ。川渕さんお願いします。川渕さん、あ、私お願いします。川渕ちょうど言います。丸亀から参りました。私まあ業務用 の、まあ、ランドリーとか洗剤とかの、まあ、販売をやっております。まあ、主に病院関係、まあ、老人ホーム、病院関係、ホテル、まあそういうサービスエリア等の、まあ、そういう業務用の洗剤とかランドリーの洗剤を主に販売しています。
まあ、私はまあ一応あの、まあ、うちのまあ会社のやり方としましては、まあ、あの常に対応が早いということで、それでまあ一応お客さんのまあ指示を、まあ、それでまあ一応まあもらっているような格好でございます。まあ、あのやっぱり信用いうのはやっぱり年数と結果ですわね。なかったらなかなか、まあ、なかなかついてこんようなもんで、やっぱりその、まああの、特に信用をつけるまでには、やっぱり何年かもかかるのが基本ですわ。ということは、なかなかやっぱりほら、ただでは、もうさせてくれないのが、もう今の、それはまあ、当然当たり前ですから、まあ、儲けのためには、どうしたらいいか、こうしたらいいかには、まあ、いろいろまあ考えてやっております。まあ、よろしくお願いいたします。岩崎で言います。こんばんは。あの、うどんとわらび餅もやっとんですけども、まあ最初はもううどんが私一代で、やってました。まあ父親と、まあ、まあ両親と同居してましたから、で両親の方がこのわらび餅を、露店で売ってました。で、その関係で私は今も父親のわらび餅をまあ作らせてもらって売らせてもらってるんですけど、まあ今のそれこそご時世で、はい、大変なあれなんですけども、まあできるだけ手を抜かない、もう手打ちうどんの方も手打ちうどんで、わらび餅も手作りでもうやってます。どうか今後ともよろしくお願いします。宮本と申します。私は保険と車の修理っていうのが大体主体になっております。ただちょっと変わってるなと言われるのは、ちょっと最初保険をやりまして、後で修理屋をやったというのは、ちょっと日本の中でも数は少ない人間の一人です。そしてどう言いましょうか、うちの工場の主体としてはこれと言っていうのはないんです。ただどういうような修理でも大体は全てできると思います。ただ少し会社はちょっと若干弱いんですけど、ほとんど日本車は行けます。その辺と、ただお客さんと対応する場合、まあ前にも言ったようにまあ、本当に親しく話しするような喋り方するんで、うん、初めて会ったことないような人でも、もう普通にそのまま喋っていくっていうのが、もうそういう特徴だと思います。まあ、それで、まあ、何年か続けてやっていく場合、どうしたらいいかっていうことがあったんですけれども、もう自分のやり方っていうのはこれでいいなっていうので、もう絞って、もう自分の喋りでいいと。言葉はきれいにじゃなくって田舎弁そのままで喋るというのがもう基本的にやっております。ただこういう相談がある場合、保険の場合なんですけど、相談がある場合は別途尽くして相談乗るんですけれども、まあ言ってはいけないこともありますから、これも言いませんけど、それとですね、方針的に、まあ、うちの場合は儲けるっていうのではなくって、食べるっていうことが基本によるんで、儲けるというのは2番目も3番目の後、まあ未来の話です。もうその辺がもう私はそんなに儲けようっていうんじゃなくって、食べれるだけだったら十分だというのが方針で今やっております。以上です。こんばんは、有限会社ハッピーファミリーの谷森と申します。大まかな事業紹介としましては、私の取り扱っている商品は微細藻類の応用商品を主に普及させていただいております。前回健康食品と紹介していただきましたが、むしろ健康食品と言われるのはちょっと私にも抵抗がございまして、機能性食品として紹介していこうと今後考えております。なぜなら海外、それから国内での大学病院での臨床結果からの評価が非常に高く、成分特許、それから製造特許に
ともに特許数121件以上の特許を持っております。そういうことで商品は非常に固く特許で守られて、よそが真似をできないものであるということが私の普及の自信のもとでございます。それでまあメーカーである株式会社日建総本社岐阜羽島に本社は所在しますけども、社長である森社長も大切なお客様のお口に入るものであるから、まず安全性、そして健康になっていただくために機能性があるものというところを商品作りに非常にこだわって商品開発を常に目指しております。ですから普及方法も体験者の自らの体験経験をもとにした消費者参加型のビジネス方式をとっています。私もその体験者の一人で、自分の体験を現場で皆さんにお知らせして、こういう会社ですって一緒に普及していただけますかっていうスタンスをとって、今普及の最前線で頑張っております。今後とも皆さんよろしくお願いします。はい、最後締めさせていただきますわ。琴平町の、で二輪のオートバイだけですけどね、修理販売それからカスタム、まあ、お客様のニーズに応えた、車両作成等をやらせてもらってます。モトロデオの代表の高尾と言います。ちょうど私はまあ初代なので脱サラはしまして、そしてちょうど8年ですかね、今年でちょうど8年になるんですけれども、まあようやくまあお客様も増えてという大事にしながらやらせてもらってます。特徴はですね、まあ基本2輪4輪一緒なんですけど、基本ベースになるやり方は一緒です。ただそこでまあ特化して他にはないようなやり方を一つ何か考えようという感じで、まあ修理においてはもう始めか終わりまで写真撮りをして最終的にお渡しするとか、まあ、あと他にない特許も取れた商品とかもございますので、そういう商品で、まあ、差別化を図った、サービスをするとかっていうことを、まあ、心がけてやっております。まあ人数がね、人口的なものがどうしても少ない県なので、まあ他の同業者の方には負けないように、まあ、今後継続して、脱落しないようにやっていこうと心がけています。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、まあ、一応一通り皆さんの、お話、自己紹介いただきました。まだあれですね、宮本さん、こう、さぬき麺丸出しでっていうけど、そのようにこういつも普段のこう言葉よりだいぶこう硬い感じがあるんですね。いや、何にも考えないかもやから。ああ、そうですか。僕の家でもうええかなって。まあギリギリに入っていただきましたので、打ち合わせができないまま育っていただきましたけど。いやいや、なんか本も考えとってくださいって言うんやけど、何も考えない、うん。でもまあ、その感じがあれですよね。こういつものお客さんとのこう接し方とね、全く同じで。うん、何も考えない。いいですね。その場その場でパッパッパッパ言うか、なんかあれですかね、他の方の話の中でこう気になった点とかなんかないですかね。気になった点ですか、うん、そんなにね、わし欲望がないから。飯が食えたら何でもいいよっていうような方やから。そんなにこういうしたら商売上手にいくよとかいうのはあんまり考えないね、うん、自然のまんまで、その時に初めて判断する、うん、自分がやってみて、やってみていかなんだ、次これにしようかっていう考え方、次というかな。だけど気持ちの上で、まあ余裕を持つっていうような気持ちかな。うん、だから、
実際はないんよ。だけどもそういうような気持ちで接するというかかな。だから焦らないっていうそんな感じ。もうなるようになるだろうっていうのは考え方やな。これは考え方じゃないんだ。もうめちゃくちゃなんだ、はっきり言ってこれ保険と車販売修理とかどちらが長いんですか？保険の方が長いです。あ、そうですか。うん、まどっちかって同じぐらいなんだけど、付き物じゃないんですか？付き物なんだけど、実際はね、保険してたんですけど、それで車屋さん儲けたんですよ。そしたら、保険してるから車屋さんに来るかって言ったら、やっぱり来ないんですよね。違うんですよ。それが初めて分かった。車についてる保険じゃないんですか？うん、生命保険じゃないです。車の保険、はいはい、うん、だけど車についてる保険なんだけども、それだったら、まあ、車を自分が選ってるから、はい、それだったら信用得るだろうと思うんだけど、やっぱりそれぞれお客さんがそれはあれついてるから、ね、あっちこっちついてるから、うん、だから急に来るかいたら絶対来ないんです、うん、それに、まあ、良かったのは結局まあ、板金も、まあ、一応何でもやるから、その辺が良かったと思うんや、うん、だけど大蔵ガラスさんみたいなことも全部するから、うん、もう全て済んじゃう。もうできない内張りだけ、糊の配合が分からないんで、それでこうペタッと天井つけたらペタッと落ちてくるというペタッペタッという感じ。これがもう大変で、まあ、それでもうしなかった。ちょっとお聞きしていいです。保険ね、うん、私は保険入るのは代理店、うん、なんか事故があった時に、うん、その事故処理っていうのはその車の修理なされてて、うん、なんか事故があってお客さんから電話があったちゃんとした対応はできますか？できるよ。あ、そうですか。私はちょっと心配でね。元々慣れてるから。あ、うん、元々そういうふうに、まあ、元を言うと、まあ、最初は修理屋さんだったんだけども、あ、これでいかんないうんで、結局保険の方を目指したような格好になって、でまた今度やり直したわけ。うん、だけど保険を5年間ぐらいかな、もう保険専門でと行ったんやけど、でそれからもう一遍再建したんや。本当にもう2年目なんや。一度は潰してます。2回目なんで。最長そういうのも分かりますね。だって保険屋さん先されとって、車の修理で全く仕事は違うって言ったでしょ。修理がそれできるっちゃうからね、うん、その技術はどこにあったのかと思って聞いてたんですけど、そうしたら修理先、ね、技術持たれたわけですね。持ったわけ、うん、それで結局まあそうして、まあ、5年、まあ、10年言うていいんかな、車全然いらってなかったです、うん、でまたもう一度再復帰した時にはこれなんかなっていうような形かな、うん、1年あぐりましたね。でさっき言われたのが、要するに保険のお客さんと車修理のお客さんとは違うということでしょ、うん、さっき言われたね。そっと来た場合は、もう例えば、うん、自分が対面しておるわね、お客さんがね、その対面を持っている人とだったら親しくなったら来るかなって思ったわけ、うん、はい、そうじゃないわけ、うんうん、やっぱりその人その人、いや要するに商売する我々の側としたらね、そう考えますよね、うん、ノウハウとしたら、これ関係あるからこれやったら、うん、一緒にやったらいいんちゃうかなと、そうじゃない思うということでしょ、うん、全然違う。やっぱり先ほど今エゴ教徒の話したんでね、うん、だ僕もエゴ教徒なんかと機械で全然触ったことない人間、うん、僕はまあ昔骨継ぎやったりして整骨院もやったりしてますからねいろんな僕持ったんですけど、宅建の免許も取ってるし、すごいね、やるんやけど、ことそういう方のエコキュートって機械でしょ、機械はこう、うん、言うたらもっと今なんて宮本さんの方が機械にはね僕より強いはずなんですよね、いや、分からんのもありますよ。そういうような関連を僕らこう望むわけやけど、まあ、僕一緒にやったら僕は電気関係が強いから、それを一緒に相棒でやってるんですけどね、電気工事にやりましたよ。そうでしょ、だからできると、だから電気もいられる。僕これ独権で言いますとね、うん、車屋さんがとかバイクのね関係をされる人は機械は結構みんな生きるんじゃないかと思うんですよ。
電気もやってるでしょ。つながってる。うん、いわゆる違うモーター関係です。そうそう、モーター関係。あの例えば家電もみんなそうでしょ。コンプレッサーみんなああいうの。僕ら知らんもんから見たらそういうみんなこう関係して触れるんじゃないかなという。仕組み的にはもう同じ仕組みや。仕組み的な感じがあるでしょ、うん、ほとんど一緒よ、考え方は。僕らも全然知らないのに、もうプラスとマイナスしかしたら、うん、電気つくんだぐらいしか知らない人間がね。最初俺もそうやったね。そうやってやるわけ。一緒の声でつなげよ、だからパチンみたいな。それ今でも、パチンあれって。それで、そういう面で僕らこう共通点を持つんですけどね、まあ、例えば、もともとバイクの関係、車の関係、2人も4人もみんな一緒だということになってる。まあ、同じですよね。ね、うん、同じですよ。僕もバイクいられますからね、分かりますよ。もともと車触る、僕たちも車持ってるから、車こうエンジンがこうどうなって、電気がどうなってかな、ある程度触れなくても分かるけども、うん、だけど、それをもっとこう詳しく分かる人は、ね、家電も触れるね、テレビも全部触れるんじゃないかなという。いや、家電はまだ別やけど、うん、別になるんですよ。家電離したらね、戻らないですよ。戻らない、全然戻らない、うんうん、チャレンジはするんですけど、うん、まあ、簡単なものは、ね、そう、簡単そうでしょう。自分でとりあえずできることするっていう、うん、が、まあ、経費的なね、もう、まあ、節減にもなるし、うん、その中で、はい、そうです、宮本さんがおっしゃったように自分の自社の中でできることはとりあえずやってみよう、うん、あのもう外注に出すんじゃなくて、うん、私等のスタイルもそんなとこ、お客さんにあのまあ意外とお客さん一番気にする値段とかがあるじゃないですか、うん、ありますね、あのね、社長がおっしゃって、ほんならいかに安くするか言ったら自分のとこでいかにするかそうですね、うんうん、どうコストダウンするというか、コストダウン外注出したら高くなるんで、そう自分一人でそれはあの本物宮本さんがおっしゃったように食えばええぐらいのこれ考えてれば、うん、あの落とせるんですよね、コーチング部分やから。で、いかに削っていくか。僕も今宮本さんの、うん、姿勢がね、食べるだけでいいという、うん、そういうようなあの、まあ、謙虚な気持ちというかね、うん、そういうのを持って仕事が当たってると、うん、いいひらめきも出てくるんじゃないかなという感じがするんですけどね、うん、いわゆる心に余裕があるとね、うん、気持ちはないそうそうだけど、そういうような気持ちでおらなかったらやっぱり次のことをやっぱりできないです、うん、僕もホテル15、6年やってきたけど、もういろんなことありましたよ、失敗あれしなきゃよかったかな、従業員の雇い方も違うし、材料の入れ方も違いますしね、あのここをやっとけば50万ぐらい違ってくるなとかいうことよくありましたよ、うん、と思いますよね、実際にとこうやってみてどんなかな、あこれダメだなっていうのはもう諦めてするけれど、うん、だけど気になったらやっぱするんです、そういうのが癖ついてあるのかな。僕もそのホテル業って、まあ、全然違うみたいですけどね、やっぱりあのそのボイラーとかね、まあ、エアコンにしてテレビがつかない、一応頼めばさっき言ったようにコストかかるんで自分でやるんですよ、うん、一番、現場イラーの一番いい、2万円かかるところが2000円で終わるとかね、ことも分かってくるし、うん、見れば見るほど分かってくる、そうなんですよ、うん、徐々にね、だからホテル業とっても結構そういうな機械とかにだんだんこうのめり込んで行かざるを得なくなるんですね。直したい一心で、うん、だんだん追求していくわけです、ね、そうなんですよ、うんうん、不思議なけどね、まあそれが自分ははっきり言うて技術やるのは嫌いなんですけどね、だけどそういうのもイライラしたらそういうふうに色ていくようになってしまう、集中してしまうかな、うん、でいつの間かあれもこれもイライラになってるというような、いわゆる、まあ、切羽詰まった状態に、うん、神経を持っていくわけですね。そうそうそう、受験生と一緒ですよね。そうそう、もう態度調整やね、あ、こんな打たないかんから自然に勉強して、うん、そうそう、しなきゃ、なんかこれをやってみようか、あれをやってみようか言って、うん、失敗みたいなこともするんだけど、その失敗したことはやっぱり覚えとるわけよね、うん、ほんだら、あ、この失敗したものが結局こういうのを作ったらいけるんやっていうものがやっぱ生み出されるんだよね、うん、そうですね、知らないもののものは自然と出てくるようになる。最初僕らも知らん時に何か水道が詰まっても頼んだりしててやってたのが、原理知るとこんなもんかってみたいなところがありますからね。こんな簡単なのか、そうそういうもんやね、うん、分かればね、分かれば簡単、
その次々とこうそれを思うていろいろ考え出すね、はい、自分で工夫してみたりね。そうですね、うん、だけどそこまで時間あればね、なんかもうまた忘れてしまって結局もう触るそのままにうまくありますけどね、うん、だからただ挑戦するのが好きで、ね、僕らね、よくね、その車屋さんの画面見るとね、あんだけ機械毎日見てるんやからね、他のところにも持ってたらでき、なんかできるんじゃないかなという気はするんですけどね、うん、あの、その車以外に考えるとですよ、うん、趣味で冷蔵庫直すとか、うん、あんまよく出すとね、できるようになるんですよね実際、やりたいんですけどね、うん、本業ができるようになったり、ね、2人やったら2人のことをこう深くしようとして、うん、どっかしてその車種だけとかそのエンジンだけとかするんですけど、うん、まあ、それは詳しくなるためにするんですけど、まあ、それに結局さっきみんなおっしゃってみたいにこれをするためにこれが必要になってあれが必要になってくるんで結局勉強したりするんですよね。でなんかしなきゃ知らん間に知識が増えてたり技術が増えてるっていう感じですよね。だけど他ごと手出すと今度ね、中折れしてもできんですよね。要はそこんどそこんどそれがまあ能力にもなるんかなと思うんですけど、うん、私的にはちょっとそこまでは手が手広くね、うん、結局やっぱほら商売はな物売る何しててもやっぱ危機感が基本なかったらなかなかやっていけんのよ。やっぱりな危機感やつなかったら、それとやっぱりほら自分の器にもなるでな、自分の器はこんだけしかないのにそれでもやってたら絶対ボクッと掘る、それはもう経験もそれはもう実感がくぶくるんやと思う。自分の器以外のことをこう、まあ、自分の器とか、まあ、器量も全部あるけど、うん、なそれをまあ鋭角としてやった場合には後でまあ取り返しつかんことはまあほとんどやと思う。それで何でもそうやけど後でまあ事故とも何でもそうやけどごめんなで収まる場合とごめんなで収まらん場合がある。商売なんてのがそこのやっぱり見分けをしていかなんだら結局商売で自分がして仕入れてお金払わんかったらそれで迷惑かけるわけや。だからそれも考えておかないとね。誰とお金払わんなったらかまん。だから商売にも出たらそれなったかんわけよ。メーカーも大事さんか、お客さんも大事さんか。なんかだからやっぱその、やっぱその一番には信用とか、まあ、こんまいことの積み重ねと思う。最終的には。そうやね、積み重ねでそういうのあるんで。うん、一気にできるわけじゃない。ないない。それはもうね。それはほんまどういうでも明日からやめますって簡単に言うんだけど終わりや。うん、な明日からもういかんやめますってもうこれで終わるんやけど、うん、それでやっぱ世の中ついていけない。作るいう話がねこう出たんやけど、あのそういうこと岩崎さんとかはあのうどん屋さんでいてわらび餅も作ると。はい、でうどんもやっぱりそれこそね長屋でやってるうちにこうメニューも増えてきたりなんかしとんじゃないかと思うんだけど、はい、メニューは増えてるんですけどね、ええ、うどんいうのは最初は釜揚げなんです、はあはあ、釜から上がったやつを食べてもらうのが基本なんですよ、うんうんうん、だからお客さんにかけうどんもあるんですけど、うん、天ぷらうどんもあり肉うどんもあるんですけど、うん、最初に来たお客さんには釜揚げどうですかって勧めるんです、うんうん、もう一番基本の味がそこで分かる、はい、県外から来た人には、うん、最初に釜揚げを食べてください言うんですよ、うんうん、でよそでかけうどんを食べてください言うんですよ、うんうん、回ってる人ですから回ってる人ですから、うんうんうん、はい、だからまあ、セルフのうどん屋さん行ったら天ぷらよく並んでますよね、うんうん、で、まあ、一つのうどん取って天ぷら二つぐらい乗せて食べられるんだったら、うん、よそで食べてください言うんですよ。常連さんはおりますよ、うん、常連さんはおってかけうどん食べたい天ぷらうどん肉うどん、まあ、言うてくれますけど一番最初に来られた方は麺を食べてくれと言うんですよ、うん、麺を賞味してくれ言うんですよ、うん、それはもうまあわしが偉そうに言うたって800軒もありますから売ってるとこは800軒から900軒近くあるんです、うん、はい、ほんでうどん出してるとこは2000軒からあるんですよ、うん、ファミレス行ったって出るんですよ、そうなんですからね、はい、ファミレス行ったって出るんですよ、協定所行ったって出るんですよ、はい、だから
売ってるとこも7、8回あるから、それはもう10人おったら10人の味があるんで、うちがあるんで、もうほんだから気に入ってくれたらまた来てくれますからね。はい、そこのとこはやっぱりちょっと面倒いとこなんですけどね。どういうね、あのまあお客さんと接するのも確かにあの接して、まあ、話して県外の人ですから何も知らない、ただうどんを食べに歩いてるいうんで並んで食べてる、もうその主人と話したこともない、従業員の方とも話したことない、食べたらスッと帰ってしまういうのはもうできるだけやめてるんです。できるだけこちらの方から、いらんことでもいいんですけど、声かけていくんです。初めてですけど、から来られたんですかいて、でうどんはこう、まあとにかく手打ちで売ってるうどん屋さんを できるだけ探していきなよと。セルフのうどん屋さんが悪いようではないんですよ、セルフのうどん屋さんが悪いようではないんですけど、やっぱり売ってるとこを見て、で釜揚げを食べるのに釜から上がったやつを食べてもらうというのが私のあれなんです。だからお客さんは美味しいと感じたらまた来てくれるし、あ、偉そうに言うとったってまずかったわいう方もおられます。それはもう絶対美味しかったわ言って出て行ったって50メートル先に大したことなかったのは言うかも分かりません、それはお知らせもよそ行って美味しい美味しいで行ったとこね、行って食べに行って大したことなかったんちゃうんかいって夫婦で言いますか、やっぱりね、だからそれはもう何遍も来てくれてるお客さんもおります、ね、もうほんまに親戚付き合いみたいにして淡路の方から来てくれる人で、それこそ何百件回ったんかな、あの本があるんです、恐るべき金子うどん、あれが800件か900件載ってるんで、土曜日曜以外土日休まれてるとこ以外はほとんど行ってるらしいですよ。で新聞に載ったんですよ、淡路の新聞に、淡路の方ですから、淡路から来てて、で ETC が安くない時から来てたんですよ、で来たら大抵うち寄ってくれてるんです。それから食べによそへ行ってその本をチェックしていくんですよ、で感想文も書いていくんですそれも見せてもらいました、花丸がついてるとことか、もう罰するとかいうのもありました、だからもういろんな方おりますからね、もうそれこそ、まあ、うちなんで車止めるとこが少ないですから、パッと車のナンバー見たら札幌のとか、沖縄のナンバーでやったとかいうのよくありますよ、うちの家内に言うたら余計言いすぎるんサバイなんかはないですよ、そういうご主人が話しかけるなんて。あ、そうですかね、今話聞いてびっくりしたんですけどね、はいはい、僕もサバイでのうどんも全部行き渡されてないですよセルフはまあこう、はい、大衆人数ですから、ね、はい、その個人でやってるね、はいはい、あんまり話しかけられたことはないですよ、ね、そうですか、もううち来たらうるさいぐらいもう食べれんわ言うぐらいいや、それはその商売上の関係のね、あれになってくると思います、まあね、社長が売ってるんじゃないんですか、うどんちゅんは従業員さんが売ってる、いやいや、私とかなり2人だけですから、そうですか、はい、家庭的や、まあ、家庭的というか、もうほんまに田舎のうどん屋なんですけど、でもね、奥さんがとっても可愛いんですよ。看板娘ですね。そうね、ほんまにあの、それもできるだけお客さんとこう会話してね、まあ何の商売でも一緒なんですけどね。ね、親しい。会話したくない人はいませんか。あ、そういう方もいるかもわからないですね。僕反論するわけじゃないですけど、はい、いや、やっぱり俺の人はね、タクシー乗ったら話しにくい人がいますね、タクシーの運転手の方が
声かけるともう黙っとってくれ言う人おるって返事がない人もね、返事がない人もおるよ、まあ半々と思うときいいんでしょうかなと思いますけど ね、うちの家内は美味し美味しかったですかって聞かないでくれ言うんや、で美味しい言わないかも、まあそういうことや、まあそうです、極端に、はい、いやいや、お金払ってくれるときにありがとうございましたって頭下げていく人もおりますから、あ、美味しかったやな、あ、それありますよ、うちらでもね、やっぱりね、ありがとうございました、うん、もうサービスが行き届いとったかもわからないですからね、同じお客さんで違うのかな、ね、同じ料金もらってもらって、はい、金ポーンと放っていくもおりますからね、うん、あと普通、まあ我らは商売人やけん、お客さんでも電話さんがあるって言う人はいたら必ずお金払ったときにはありがとうございますことなんですよ、絶対それはやる、それはもう基本だと思ってる、ありがとう言うて食べ物ですからね、なんで金払うってありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、それは頭下げる、もう頭下げてな、向こう喜ぶんだったら何で頭下げられるやん、要はな、安いもんよそれやったら、私あのわらび餅で露店やってるんですけど、お城丸亀城の前で露店やってるんです、でもう火曜日をお休みで、それ以外の天気の日は大抵1時ぐらいから家出て、で丸亀城の前で屋台でやってるんです、なら何ですかね、それはもう何遍も来てくれるお客さんもおります、ほんで毎回毎回お金をすポンと投げる人が毎回女の人で癖、癖ない300円なんですよ、このまあこのパックがあって、もう我々ちょっとパック入れて300円なんですよ、ほんならポンと放るんですね、こんなまあお金入れてくれいうところあるんですけど、もうね、もう言いたいもうとこがあるんですよ、ほんまに、ね、お賽銭でもホールないと書いてるんですよ、投げるないと書いてるんですよ、ほんまに、ね、300円が欲しいって言うんじゃないんですよ、惜しいとかそんなんじゃないんですよ、なんでポンとホールやと、自分らがね、そういうことされたら辛いでしょ、それぞれ常連なんですね、常連なんですよ、それなのに、もうポンとホールしておく、なっちゃうし、こんなことコンビニ行ってもひどいで、今の若い子アイテム店もこの人、まあ、中野は仕事だったらもうここ汚い格好しておるやん、ドロドロした格好で、お釣りは売れへんからパラパラパラと巻くでよ、マジで僕がしょっちゅうそのやからこのやからパラパラと巻くでよ、ドロドロの格好したらいけないし、これこのなんちゅうことがやっぱりアイテム店とは思う、黙っとるけど、おいこれで向こうのレジの女の子がですか、お客さんお嬢だって上がパッと待ってない、黙ってないですね、やっぱ賢い子は渡す手当たり、その差やと思う、こう両手でこう添えて渡してくれる人、ね、あ最近ホテルとか流行ってるんですよ、あそうですか、ホテルのあのフロントの女の子ね、みんなお嬢出すときに男は特に手をこうやる、こうあれでお客を引っ張るのかなっていう感じがするんですけどねだからあれ、こうやったらじゃねえこうするでしょ、若い方が多いですよね、若い方が多いから、私らのところでもね、2人なんか若い人多いからね、私はもうはっきり言って断ってる、断るというか、もう中高生とかはね、まず言葉遣い、礼儀、対応が悪いやつはもうその場で怒鳴り上げてそれがいいですよ、もう二度と来ないですよね、うん、でもその中でね、構成してる子は本当に好きな子、バイクっていうのが好きな子はすみませんでした、うん、ついてくるんですよ、だから約1割、1割ぐらいは戻ってきました、でその子はちょっと突っ張ってるんですけど、ちゃんともう目をかけないように、例えば少々ちょっとやんちゃなバイク乗ってるんやけど、お店に何メーター前からバイクね、止めてるんですよ、止めて、ボトを止めてるもっと切ってエンジン見て来るんですよね、うん、でまたちょっと押していって外でかける、もうマナーですね、うん、だからそれせんと、私が言ってるのはそういう子たちに、まあ突っ張るのはいいけど最低限のモラルとその一線絶対超えるのっていうことで、言ってるんですね、
それね、言うのに私ね、ずっとあの小中高大ってね、剣道部やったんですよ、ずっと。だからあの礼儀、それから上下関係、横、これね、うるさいね。出すんですよ。だけど、だからね、うん、車危ないでしょう。だからその、まあ、うん、まあなんか分からん人は。そう、だからそれをね、まあちょっと説教じみて言うこともあるんですけど、うん、それがそれで来なければそれはそれでいいんですけど、うん、ただその子のためとかお客さん、またまあお店の対処のスタイルですよね。そうで、まあ言ってるんですけどね、まあまあ今のね若い子言うたらいかんのですけど。そこを大事に持っていかないと、今からのね、日本経済っていうかね、そういうのも心配になってね、考えることも多々最近多いですけどね、まあ、その中でやっぱりね、若いから何やろ、舐めたような口聞いたりとかね、いうことはしないようにはしとるんですよね、やっぱりね、うん、ええ格好したりとか好きになってもらうためにこういう話し方とかこういう対応するんじゃなくて、同じラインで同じ立場で、しかもまあ言葉でも分かりやすいところまで先に、ね、砕いて喋ってあげるとかに説明したりとか、そういう同じ立場でまあ年齢関係なしにね対応してあげて、帰ってくる人にはちゃんと対応して、もうそれ以上何回か言いますけど、まあ2回か3回かな、でもしない人は対応しないですよね。大人でもありますよ。いい大人の人でもやっぱり一方的な考え方でね、おりますね。いうね、自分の考え方、その理解でいろいろ話してくるね方も多いんで、これ困るんですけど、かといってやっぱ立場上ね、嫌な態度もできないしね、いうのがやっぱ商売ってね。その辺なので怒るに怒れないしっていうことはありますけど、ただ我慢するのも、うん、限度ありますけどね、言うべき時は言ってますけどね言うべき時は言うべき、今先ほどの その話だったら、先ほどの岩崎さんのね、うん、お金投げる女の人は、まあ、私多分言いますね、もう多分ちょっと考えられないでしょ多分ね、だからお金なんか1円10円なくてもね、やっぱり物買えないしね、まあ、それは場所の江川さんが言っても言うてやほうがええと思う、多分言うてね、今度もええわと思いますもん、やっぱりそれは私はもう大体3回も辛抱する決めたら1回2回3回も3回辛抱したらあとはもう終わっちゃうんだ、あかんな思いながらね、やっぱりね、でもね、分かってもらわないかんのちゃうかっていうね、まだお金じゃあ投げるって言ったらそれなりの態度もあんまり感じは良くないですね、そうですね、こう引っ張っていきます ね袋こうやってこう渡したらさっと取っていだけど、悪気ないんかも分からない、そういうのが分からない、だから普通だったら気に入ってますよね、300円だったら300円ポンとこう投げるから、うん、それはもう岩沢さんにこっと笑うといっぺん言ってあげればいい、いや、もう顔が見えないようにしとるんですよね、そうなんですか、いや、顔目線がね、若い子と、まあ、目線が合わないように、どういうたらいいんですかね、窓を作ったんですよ、でお店にその屋台に、ま、窓を作ってる、まあ、その窓というか、まあ、そこからこう手渡しで渡すんですけどね、顔見えないんですか、見えないんですよ、見えないんですか、見えないんですか、いやいや、こう後ろから来られたら見えます、横からも来たら見えますけど、なんでか言ってね、まあ、うちの親父がそれも屋台をそういうふうに作ったんですけどね、向こうから歩いてきて、目と目で追ったら、若い女の子やったらね、スッと行くんですよ。ほんで、一回りしてきて、また来るんですよ。あら、今通ったんじゃないのって言うたら、って言いますよ。目と目で会うと、目でこう、あ、買いに来たな、もう分かるんですよ。だいたい、もうこっち向いて来ようか、買いに来たら分かるんですけど、で、こうして見たら、目と目で追ったら、スッとこう、行けるんです。なんか買いにくいんかな、やっぱりね、だからお客さんが 2,3 人立ったら大抵後ろって立ってます、なるほどね、見えないですね、なんかこうね、若い女の方のこう声が聞きにくいけど、今日はやっぱりこうなんか恥ずかしいからかあんだな、やっぱり、だから人が立ってると
バタバタバタっときますね。まあ行列のところはやっぱり並ぶんと同じような感じかな。そんな感じですね。うどん屋さんが車1台おっと2、3台並んだらなんか、なんか、っていうような目線引く。群衆心理っていうか、だから、ほとんど女の方なんですよ。ほとんど女の方なんですよ。ほんで、やっぱりこう女の方、もう常連の方やったらもう大抵喋ってるんですよ。喋るんですよ、横へ来て。その人もいつも来るの分かってるんですか。もうその人同じ人や、まあ、大体分かってる。もう大体分かってる。この人だって、もうほんなら顔も見る。もうこっちもこっちももう横向いて顔向いてもうお世辞とかそんなもんは一切言いません。でその方ももうもろもろ言いません。いろんなお客さん、おりますね。やっぱりでもやっぱそれでも来るんやから、やっぱ美味しいんやな。気に入ってくれてます。いや確かに美味しいと思う。美味しいと思う。だからでも美味しかった。私だったらなんか態度出そうな感じ。美味しいお店で買ったらちょっとニコッと笑ったりとかね、態度出そうな感じするんですけどね。そういうこういうことはできんような感じするんですけどね。いろんな人いますね。きのこの飾りが悪いですね。ちょっとな、私が飾ったかけて食べました。なんかありますか。あの前にあの岩瀬さん、あのおうどんを買って、あの次の日に使ったりとかするときに、沸騰したお湯に入れて箸でいらわないで沸騰してきてからあれしてくださいって言われたり、それ本当に切れないですね。今まで結構切れてたんですよ。それまでいじってたから、はい、言われた通りにしたらね、本当に綺麗に取れる。ああ、おうどん。でもそういうのもあれやな、あのプロのならではの一言やろね。でもこれね、守ってきちんとした、綺麗に。まあそれはその日のうちにね、食べてくれたらもうそれに越したことはないけどね。でもまあいっぱいそこそこ使うわけやね。あの昔だった法事やないやったらもういらんでくらい来よったから。あ、終わりました。うん、会食なおいしい。いやほんま、あのね、お客さんの対応の話が出てるんやけど、私もね、そのお店今こう個人のね、今まあこう起業してね、お店してますけど、それまで特に何もやりたいことがあるわけでもなく、趣味やったんですよ、このバイクの機械時期っていうのはね。でその前はね、まあ、普通に J 香川県とかでおったんですけど、やっぱりね、特に J 香川県、まあ、それが経験が全てマイナス7とプラスになってるいうのはね、やっぱりいろんなお客さん、若い子からもうお年寄りまででしょ。でしかも話し方一つで、相手の態度変わっていくんですよね。で、そのね、私が、まあ、関西に行ったんですけど、関西、まあ、30代手前にね、こっち帰ってきて、それまでの農協に就職した時にね、親父にね、一つ言われた言葉がね、まあ、祖母ですけどね、祖母がね、よく言われた言葉がね、ちょっとこう、すごくためになったのがね、ちょっとこう、ね、難しいな言葉ではないんですけど、立ち向かう人の心は鏡ない。で、我が心よ、良きも悪きもっていうね、感じなんですね。だからね、まあ、相手って自分の気持ちをね、映し出してる鏡なんだもんで、相手の態度をいかにこう、自分の中に取り入れてね、話す。で、自分が悪い、怒ってたり、気持ち悪いって相手もね、やっぱり気が悪いんですよ。変な態度してたら、こいつ嫌やな、またたまに人も嫌なんですよ。多分こっちがニコニコしてて相手も結構笑うんですよ。だからそれはね、意外とね、あ、これやっぱりじいちゃんうまいこと言ってるわと思ってね。しかも一般な人間同士もそうでしょ。うん、だから僕に言わせたらもう、そうそう、だから付き合いの時でも同じ道具であれなんであれ、そうそう、だから嫌な人でも、まあある程度はまあ本当生理的に嫌いとかいますからねでもまあやっぱり出ますからね。嫌な顔して向こう嫌な顔してますもん。そうですよ。ゴロゴロしてたらもう嫌でもいいゴロゴロしてますからね。それはありますね。それはね、結構大事かな思いながら、あの話すときにね、やっぱりこの目を見て、まあ今特にこう応援機器とかね、携帯で全部意思疎通するような感じになってる社会になってダメになってきてますけど、やっぱりね、やっぱ目を見てね、一対一で話すってことはやっぱり今のまあ若い世代の人にね、言いたいことですよね。でないと本当のその人の本質的なのもわからないんで、
とは思いますよね。まあそれは考えなってる。今後までずっと続けていこうかなと思うね。ここですね。やっぱりよく喋ってな、するのが一番いいやろうな。そうですね、メールとかね、うん、電話でもね、ちょっとあれですからね、昔、赤電話か、ピンク電話か、あの時でもね、電話で済ますかみたいな、やっぱり、安住さんありましたからね、うん、ましては携帯とかになってくるとね、パソコンって、分からない。電話はね、なんやろ、分からんけど、今も昔も言ってたやろうけど、あの喧嘩のもとになるのは、いや、結構伝わってないんですよね。伝わってない。ね、言葉がみんな違うように受け止め方がやっぱ違うんだよね。そうですね。顔もやっぱ見えんから、うん、それでやっぱ伝わるんだよ。意味が分かってなかったら、顔見ようと分かるよ。そうだ、こうかないと、こう言い直そうかっていうこと。納得したのか分かりますよね。ね。あ、この人絶対嫌や。電話では、こっち感になってしまう。それは、うちの父親も言うてましたわ。お客さんには勝つなよと。お客さんには勝つな。まあ、まあ、うちの話で言うと、やっぱりうどん通で来られる方ばっかりなんですよ。何軒も回ってきたから、ここはどんなんやような、ほんであそこはどうやった、ここはどうやった、さっき言うんですよ。もうそこへ行ってくださいと。ええ、そこが気に入ったんです、そこへ行ってくださいと。うん、自分の口じゃ会うたとこ行ったらいいんですよって。毎回毎回何軒も探していく必要ないんですよ。って言うんですよ、うんうん、ならうちの親が聞いとって、お前お客さんに買ったらいかんと、うん、お前は買ったつもりでおるけどお客さん一人減らしたのを言うんですよ、やっぱりね、うん、はい、そこはやっぱり商売、まあ分かったのか、うん、はい、商売にはみんなそれ感じるんじゃないですか。そうですよね、やっぱりね、これと言うたらもう一人逃がすみたいなやっぱりありますよね。でもありますよ、言いたいって言う時が、うん、あれ、ね、あるでしょ、言いたい時が、ね、言いたい時はやっぱ言うことも何かだよ我慢しない、もう、もう我慢しとるからもういいから、ね、でも先ほど言われたようにお客さんともうやっぱり向こうもう伝わってますよね、やっぱり、うん、あ、こいつ嫌だったこっちも嫌だと思ったら向こうも嫌だ、私も変えますからね、そこ初めて1年目ぐらいだったかな、それも人間ですよ、それ、うん、もう言われてね、もう神様じゃないんだから、絶対にみんなの前でこれ、うん、社長違うやろ、やり方、うん、これ言ってたやって言ったら、もうみんなのお客さんの前に言われたらね、プロとしてなんかこうプライドがあるでしょ、あるよ、だから、いやいや、俺は一応プロやでっていう言い方するとやっぱり、うん、そのお客さんも来ない、そっから、ね、今までむちゃくちゃ親しくして、いろんな面倒とかね、うん、手伝いをしてくれてた子がもうそれっきり、違うのをしてプッと行ってしまって、そこでまた言うこうチャンネルですわ、もうほんとやろね、うん、なるんですよ、うん、だからそれは失敗ですよ、やっぱこれ引かな、ある程度引かなあかんなっていうのはね、うん、思いましたけどね、やっぱり川内さん、うん、3回は我慢せないからね、そう、最低3回やはり、ほら、結局お客さんに、まあ、相手お客さんやから別に慣れられるのは構わんねえよ、うん、な、しかし向こうが本気で舐めてくるか来たのか、高く自分が向き合うんで、そうやね、相手がこれは本気で頼むのもた時には考えやけど考えていかないと本間舐めてしまう、そうそう俺もそうちは舐められてるんだもん、ボイもう構わんのよ、切り替え、もう頭一つの切り替えと思う、商売は、ただし本気で言った場合には、うん、結局それはもう抑えていかなんだら商売で成り立っていかん、成り立つだね、そりゃそりゃ読んだらいいか、ここやいうとこは絶対引いたいから、もう私はほとんどハッタリで生きてるからね、いやいや、それはもうね、まあ、ジャンプで来るから何返してんの、それだけでは生きてけんやろ、いやいや、もう川淵さんに質問してもいいですか、あの結構ですよ、はい、洗剤販売いうって書かれたんですけども、はい、どういう、どういう、まあ、おろし、まあ、ほとんど、まあ、おろし、香りですね、うん、はい、洗剤やから、洗濯用とか顔、うん、それはもう、まあ、もちろんそのそういうのは蓄積で置いてます、あ、本当はなきゃ、まあ、本業は、まあ、ほら今ごとですから、ほら給食センターの大きな機械とかの機械あるんですけど、あの機械の中に自動投入がはめるような洗剤です、ああ業務用、まあ業務用だからね、ただ大きいだけで、うん、まあ業務用やけど、それがもうそれとまあランドリーなんですかね、うん、まあ今この病院関係でまあ
ね、思ったからも入場料でもランで入ってますから、それもの所詮代。今度は顧客の層っていうのは、はい、会社関係とか一般個人よりはやっぱりあの学校関係とかそういうこと。学校、まあほとんどうちの場合は3分の1が卸してやるね。うん、卸しいうことは結局卸してる客が何件持ってるかが左右されるんですよ。あで、いかに自分のところええ客を掴んでいくかですわ。うん、まあ卸してるとこはうちが大きいとこありますからね。もううちみたいなもう不況扉変えちゃいますから、おろすところの他しっかりしたところがあるんですわ。ただし、やっぱりメーカーですわ。結局何倍かっても物が買えんかったら評判なんですからね。そこのところをやっぱりきちっと言ってなかったら、まあ、それがまあ私のね、もう発展のやり方で、こうマイクのものになる。ただし、まあ、まああれですけども、結局一つは、まあ機械ですから、クレームがあるんですわ。当然ね、著作権がある、うん、それの場合にはもう日中を抑えず時間かけないと要は対応が早いことが、まあ、うちの取り柄なんですわ、うん、ですからまあ香川と徳島と置いてますから、あとはメーカーとも、うん、まあ今頃時間があったら向いたら朝一までありますけども、うん、まあ、うち津田のサービスで入ってるんですけども、あそこらの場合でしたらもういたらもう今晩中直すやつでやるんです、うん、ほんで朝朝っぱ使いますからね、大体もうまあここでしたら小三角ですわ、まあ、この朝昼晩と洗うんで、うん、で洗い物がもう夜の洗い物、今明日も週の、まあ、今か、まあ、まだ早いんですわ、だいたい10時ぐらいから洗うんですわ、うん、その場合にめげたのあったらやっぱり行きますわ。ほんな機械ごと売ってるわ。うん、機械ごと売ってないです。その機械に入れる洗剤だ。洗剤だけど、やっぱり多少のことは知ってますからね、原因をね、うん、やっぱそれで自分が仮にいてても、うちの、これはうちの仕事と違うなと思っても、やっぱり向こうは顔を出して説明したら納得してくれますわ。それがもう信用ですわ。それがもう信用だと思います。機械は売ってないけども、うん、それに使う食洗機の、あの、洗剤。もうあらゆるものはあります。もうないのはお金だけです。そうですか。機械も販売されるんですか。します。うん、機械もあんまり言わせてないですけど、ね、あのなんか今頃あのクロスの上からペイント、はい、前はなんかあのクロス灰でなんかやり直してたじゃないですか。そうですね。はい、でそれがあのこの間ちょうど伺いしたら、はい、そのクロスの上からもうペイントするんだっておっしゃってたんですが、それはこの頃もうみんなそういうやり方なんですか。いや、そうじゃないです。クロス屋さんはクロス屋さんでやっぱ張り替えたりとかもしてますけど、あの塗装のメリットって言ったらやっぱり、うん、あのクロスって張り替えたらやっぱりゴミが出たり、あ、そうです。で、まあ、工期もかかると、うん、塗装であればもう2回塗ればねすぐもうできるんで、工期が短縮できるっていうのと、まあ、コスト的なもんと、はい、かなりじゃあ安くなりますよね。まあ、かなり張り替えてするよりは、うん、それまあ、 あの工期もね、うん、早いし、はい、そしたらそのちょっとノリが剥げた、そういうとこもきれいに補正して、まあ、多少の補修はしてから塗りますんで、うん、もうめくれてしまったらもうやっぱり張り替えてもらった方がいいと思うけど、多少だったら直してから、名前のこうノリのあれが出てる状態になってて もうそれはきれいに浮いてても、うん、はいはい、そこはもうちょっと補修して、はい、分からんようにはします。じゃあ結構そういうやり方が多くないですか。じゃあそうでもない、今いやまだ知らない人、私は初めて聞いたんですよ。そんな広まってはないです。内装、うん、内装のクロスの上から、はい、あ、え、クロスの上から塗装をかける、はい、やってそれいいね。うん、知らないでしょ。いや、匂いしね。あ、でも匂いももう最近はもうほとんど塗料ないんです。ハウスダストとかね、ダストとかありますから、はいはい、あの辺がもうああいう対応の塗料、ね、で、一時クロスのノリが結構問題になってね、うん、そうあれがね、はい、うん、あれちょっと拒否反応的な、ね、そうですね、アレルギー反応 の、はい、塗料っていうイメージがあるやつ。そうですね、それってね、やっぱり気をつけなあかんなっていう、ね、仲良くね、あ、そうか、そうそう、仲良くね、うん、台所のね、あの、はい、天井に昔建築してしたら、はい、ボードとかボード天井って
あるでしょ。石膏の、あ、こういうの、あ、ジッポンの、はいはい、ほんだ台所って結構汚れる部屋じゃないですか、はいはい、油でね、そういう時にこれをこの上でクロスにできるんやったらこんなのにも塗装できるんですか。もちろんこういうのはもう塗り替えます。あ、うん、こういうのはもう塗り替えできます。ああ、そうですか、はい、いうこと聞いた。ね、それからやっぱり台所だったら特に油汚れとかね、うん、そういうのがあるんでやっぱり事前に処理してから塗り替えるように。うん、そりゃそうやね。はい。端っこはね。はい。だけどもう最近塗料でも鉄とかでも、うん、昔はねやっぱりシンナー使って塗りよったけど今はもう水性の錆止めとかね、うん、もうほとんど水性に変わってきてますね、塗料が。ああ。それでいっぺんね、私もこっちのいっぺん行こうなしようと思ったけど、もううちも今日もう寄せんかったんやけど、まあ、あるとこで、その代わり夜しかできんのですわ。ただし、結局これがまあ天井が汚れたと。はい、なうちはいっぺんの日はかけたんですわ、天井に。真っ白になるんです、ダッと。真っ白になるんですわ、日はかけたら。ボードはね。それをうちとうちが多いとやって、まあ、あるとこで、まあ、そのサービスエリアですけども、それを向こうが、出してくれてきたんやけど、結局朝までやってしまうのに時間的な問題もある、うん、それでいつももう今とも知らんかってこう話もごちゃごちゃしてしまって、まあ、抜いてなくしたんやけど、うん、まあ見積もりからでも言ったんやけど結局匂う、あ、ね、うん、匂う、その上にそのほら結局全部面積の先のシートかけらんでいかん、うん、あれさんにかん、うん、そういう雑がもつくなったんや、うん、まあね、養生言うんですか、養生が養生は仕事ですね、僕らは。なあ、こういう天井。ほんでもう、天井やからタフトもついてる、穴も開いとる、電気も開いとるとなったら、どないしようかと思って、うん、で、まあ、ちょっと今忙して、忙していて、しまいに忙して、今でさーっともう2つくんだけど。ふっと逃げるか。その代わり、なんか琴三角は やったんですわ。ほら、天井、結局、開いた子はもう、部屋から取られたから、天井上低いんですわ。うん、常に蒸気なんてかってもう真っ黒ですよね、かかジャーかけたら真っ白になってるね、パーッと真っ白になる。だからもう面積、天井の面積が広いから全部かけたらね、そら蛍光灯も何もか明るくなりますわ、明るくなりますわ、うん、なんかそれはまあお金で多少のお金もいりますけどね、そういうやり方もあるんやけど、要はもう何もないとこならええけど、帰ってよくごちゃごちゃとかそのほら他の雑費がものすごいかかるんですわ。もう養生だよね。ごちゃかかるんですわ。手間がね、塗装はですね。なんか物の見事にこう真っ白になりますわ、パッと。匂いがあるんですか。匂いがあります。うん、匂いがあります。外回りが面倒言ったんですね、今。車、隣の車にも全部拭けて。そうそう。もう外はもう吹き付けがもうできんようになってきてますね。もうやっぱり車に飛んだり。そういうのがあるし、それであれ、電気屋さんが言ってやったけど、車のシールをかぶせとんだよ、うん、それやらねえよ、うん、な、うん、こう、お金を拭き終わった後、家主についてるという、ね、うん、たまらないんだよ、家主払ったわ、はい、でもあれ、うん、だけど持っていかんのか、仕事して車でおかばしたら何のこっちゃわからんね、うん、うん、ローラーの方がローラーの方が飛ぶんですね、あれ。いや、ローラーは飛ばない、飛ばない、え、飛ばるんですか。飛ばんです。今のほらローラーもいろいろある、ローラーでもいろいろあるんです、毛が、うん、みんな目のこの辺真っ白になってるからローラーかけよったら押さえた時にシャーッと飛ぶでしょ、あれ。あ、飛びます、ね、まあ塗り方塗り方ですね、うん、材料費その方がいらないですよ。え、材料費その塗料自分でやりますか。服振り付けの方が、はい、まあ言ったらやっぱりロスは多いですよね。で、ロスが、うん、ロスが、はい、いいですよね。はい。ほんであれ、夏と冬言ったらなんか夏の方が伸びそうだから夏がいいとか冬がいいとかまあいろいろ人が言うんやけど、はい、冬は伸びんからあんまりせん方がいいとかそれはないんです。持ってる持ってる。はい、持ってる。持ってる。そうですね、時期があるんです。時期があるんですよ。夏の方がいいでしょ。夏は、もう乾燥しすぎてもいかんしね。そう、まだやっぱ春秋。そうですね、春から秋が一番。注文取ってきますよ。すごい深いですもんね。そうですね、うちはあのカージュニーの船にあの塗装とか、あの超電力のロニー
かげでなんていうか綺麗にした上でやっぱりそうそんなんもう遠そうすげえ奥深いと思いましたね。大体夏ですよ、やっぱし。そうですね、雨でもかけない県外から来られる、県外から来られる、四国電力でしょ、三菱化学、ああいうところに、もう 毎年何回か定期的に、大通りが黙っとるけど、まだ間に合わんの、その辺の話聞いても、もう考えられないですね、塗装にしたら、バルブにしても、僕らでバルブって普通のこういうもんですよ、こんなバルブですよ。はもう今で電気で動かす操作、遠隔操作でね、そんな聞くともう一言で言えないですね、塗装だとか何だとかね。だからいつもこれ何時ぐらいですか。そろそろそれこそあの、まあ、定時の時間になったんですけれど、あのやっぱりこうなかなかねあの話聞いてみると面白い話がいっぱい出てくるんですけれど、まあ一旦ここで締めて。でまあ、あの今までのね、今日のあの話の中でこう、今日の話も含めて、で皆さんこうそれこそ1回はこうユーストリーム、前通じのね、あの商売出られてますので、それのこう感想なんかもありましたら、一言ずついただきたいなと思いますけれど、どうですかね、あの今日ちょっとあの全くこうね、事前のこう打ち合わせとかあの相談もなしでこういう形であの話をする場を設けたんですけれど、前回あのそれこそ皆さんご自分が出られた時と比べてどうでした。うん、楽なの、気持ち的にで最初はもうね、司会者と、ね、もう、はい、やったから、やっぱり緊張してましたもんね、前回出られて、あのそれその後、なんかお客さんとか友達とか親戚からとか、そうなんか声はありました。お客さんから、私の場合はお客さんからやっぱり声かかりました。はい、たぶんね、これ、たまたま今日は湯浅さんがおるきに、あれやけど、だけに、まあ、もううどんはね、確かにほら、なかなか眠れよ、そのほら、硬い人が柔らかい人が、そういう人がおるけど、このほら、このもんね、わらび餅、え、わらび餅、このわらび餅、このわらび餅は、まあ、このこと言うたら大げさだけど、一応な、丸亀の湯浅がブランド品よ、うん、いや、ほんまのとこブランド品よ。だって、人にあげるんでも、湯浅の笑い餅言ったらみんながええ言うんよ。なっていうのは、やっぱりこのな、ここのはもう美味しい取ってるわけよ。ここまでなるんがもう、なったら、なかなかなれんけど、このもの一つがここまでなれるいうことは大したもんやと思うし、まあ、一つのあれだと思う。配合があるね。家に配合がある。いやいや、ないですよ。もうあのわらび粉と水だけですから。あとは火加減で自分で寝てますから。それが、その火加減が。火加減が。そのあれよね。だけど、ほんまにこの湯浅の笑い餅言ったら有名だね。練り加減だな。もうあの有名な感とか知らんですけども、ただ長いだけいう感じもありますからね。いや、その長いだけ言うけど、普通なかなか何年かもやれんでよ、それが年配、ほら、両団抜くでずっと損傷ってやれするはずないんやけん。何も言わせない、何もお金持っといたら。いやいや、そんなことはないですけどね。父親が昭和23年からやってましたから。はい、で、私が行き出して17年になるんですけど、2代目さんの2代目、ね、だからもうこ、うどんもわらび餅もいたら、もう朝からものすごくこう時間に追われたんですよ、儲けるんじゃないし、いや、なんか私はこれ、なか私、なんか思いました、この岩崎さんのわらび餅をで、あのパンと同じように、巡回して、今日はここ、今日はここ、ここやったら、相当便利かと思った、あの時に。売ってる方おるんですよ。おるおる。売ってる方。あ、どうすか。岩崎さんのわらび餅を。ええ。あ、本当。ええ。あの最初はね、あのうどんと、あ、うどんと
骨付き鳥を持って歩いてたらしいですよ、うん、でどっからか、まあ、聞いてこられて、うん、で笑い餅を売らしてくれんやろかいうから、まあまあ売るのに売っても構わんですけど、うん、できたら10キロ四方は慣れてくれと、うんうんうん、わしも露天商やから、うん、その辺りから買いに来るから、うん、言うて、うん、売ってもらえるんですよ。だから、うん、その売ってる人は最多から南も三好の方まで行くんです、うん、徳島の、うん、でずっとそれ行ってたらしいですよ、うん、だからわらび餅を持ってなかったらうどんが売れないんですって。なぜ、まあ、時期的なもんでね、うん、え、わらび餅持ってないんか、ほんなら僕も今日ええわ言って断られる。それはもう私が言うんじゃないんですよ、うん、その方売ってる方が言うんですよ、うん、はい、今度取りに来られるんですか。朝もう朝、はい、朝取りに来る、朝7時半になった、うん、はい、ほんで早かったら11時前ぐらいに追加入って、もうないんですけどね、うん、できるんですけどね、うん、こっちの方が、うん、あるですから、うん、はい、だから、うん、だからよく売るときは 100g ですよ、うん、その方でも 100g、うん、その方が、うん、その方がよく売れるかもわからんですね。一軒一軒玄関まで行きますから、うん、待つんでね、逆にな、はい、あ、うん、はい、場所定点決めてそこで売るんじゃなくて、もう、はい、訪問販売で、ね、訪問販売でもうなんか音楽鳴らすらしいですよ、ちょっと広いところで車の運搬ですから、うん、で音楽鳴らしたら来ると、うん、でわらび餅を持ってるいても大きく書いとんですよ、うん、紙にロマンスの一緒やから、これは小さい子から年取りまで行けるやん、糖尿の方まで行きますから、うん、本当糖尿の方はあまりきな粉つけないでもこれ餅を食べてるだけでいいですって言う人もいるんですか、うん、はい、糖尿は大丈夫ですか言ったら、もうこうきな粉を少ししかつけない、うん、いや、まあ岩佐さんも免許急すんの女だなこれかも、これ助けてください、免許すごいな。いや確かに私な、何年か見たってすごいと思ったんやけど、あと小川さん、それこそあんまりこうね、発言の聞く機会ちょっと今日少なかったんやけど、どうでした、前回出てからと今回のとで商売の方は。あ、商売の方は順調に、行ってますけど、いや、だけど今日はほんまいろんな人の話聞けてためになりました、うんうん、まあ全然ね、こう、畑違いっていうかね、そうですね、全くこう接点がないような業種の方ばっかしやけど、うん、はい、聞いてみるとね、自分の商売にこう、ね、関係してくるようなこともいっぱいありましたよね、はい、うん、接点はありますね、やっぱりお客さんですから、うんうん、そうですね、うん、それとやっぱみんな偉いの一人いことや、そういうことやな、見えんとこでね見えんとこではやっぱりもうみんなやっぱりそれだのこのことをやっていけることですわ、最後は。そうですね、うん、谷本さんいかがでした、うん、今日。はい、皆さんのね、やっぱり今まで民生さんとの関わり合いが、うん、決算とかの付き合いがねそればっかりで、もう本当、うん、なんか会員さんたちとこういうコミュニケーションがなかったもんやから、うん、今日楽しみにして実は来たんです、うん、ほんだかまあ、前回は誰かおっしゃってましたけど緊張してたけどそうですか、あんまり緊張感じなかったんだ。いやいや、今回はリラックスして皆さんのね、それぞれの、うん、商売への意欲とか、うん、努力してるのを聞かせてもらってね、うん、非常に参考になりました。ありがとうございます、うん、やっぱり異業種のね、やっぱり交流っていうのは、うん、やっぱりどっか皆さん経営者やから接点はあると思うし、うん、これから続けてね、継続してこうやっていくところにまた意義が深いんじゃないでしょうか、うん、ありがとうございます。
私も今日ドア開けたらね、もう金持ち込んでいいわと思って、今日は金持ち今日は金こと言われへんわって。野崎さんどうですかね、あの新しい、あのそれこそ、エコキュートの方は別会社というのはこうあの会社名は、あエコワンエンジニアリングと言いますか、エコワンエンジニアリング、はい、そうです。ああああ、うーん、これはもうあの県下だけじゃなくてもっと広くやってますかね。そうですけど、まあとりあえず県下がないからやってますけど。ああ、そうですか。またあれですね、あのこっちの方の話も中心にね、あの いつか結果が出てましたらね、言わせていただこうと思いますけど、まだ一件も取れてませんね。なんか名前はすごくいいですね。エコワンね。すごくいい。まあ、エコワンのまま1ですけど、うちがあのホテルに最初の頃につけたホテルだろうということで、あとが聞いてみると、隣もやっぱつけてたみたいですけどね、近くのホテルの方も。ただみんなやっぱりあの、そういいことは企業秘密でね、みんな言わないんですよね。みんなそのホテルの間ではね、実はもう高松の協同組合で僕はもう全部に言ってありますけども、高松のリーガホテルとかですね、有名なとこ、川六とかあれとか言ってますけども、そこで全部話してますけど、その僕が報告した時の後からどういう反響が来るかなって一件も電話かかってきませんでしたね。どうしてたっていうことになって、まあ僕もその後川原さんとかリーガさんとか行ってみたんですけど、やっぱりあのなんていうかな、あのその今日経営の人みんな集まった時に、みんなとかその企業秘密先生、みんな自分の会社のことあんまり喋らないような状態、今あの谷野さん言われたように、やっぱみんな集まった時に民主さんの会員がこうやって集まる、こういう顔の人がいるんだということを言った時、すごくそういう意味で有意義になりますよね。人間と言葉を交わせばどうしても性格も見えてくるし、あのそういうところからもいいことはあるんですけど、やっぱこういう会合もっと僕開いていて、川内部長にもよくお話しとったんですけどね。ただ本当川内さん投資だけの間だったら誰が分かんないでしょ、全然、うん、初めてで今日会っただけですからね。そういう感じはもう受けましたね、うん、やっぱりもっともっと話したらいいんじゃないかと思いますよ、うん、あのオープンになるというかね、うんうん、高尾さん、そういえばあの前回のね、あの、うん、あれはガラス、メッキでしたっけ、はいはい、うん、あれは、うん、あのその後どういう展開、その後はね、メッキ材、まあ、コートに関する分では、株社長とかね、うんうん、ちょっとあの利用されたりとかね、うん、あとはまああの一般の方でもね、ちょっと来ていただいたとか言うんで、うん、まあどうしてもさっきはやっぱりね、岩崎さんみたいに長い、まだね、うんうん、知名度がないもんで、年賀料的なものはまだまだね、うん、ないもんなんで、まあ、そこを今ちょっと展開してステッカー作ったりとかはしとんですよね、うん、製薬系、そこから今から徐々に持っていこうっていう感じではね、いますんで、うん皆さんのいろんな、これ異業種なんで、異業種だからこれはできない、あれは できるじゃなくて、多分全部できると思うんで、つながってるんで、うん、それはいろいろ協力して、うん、まあ、こういうオフ会的なところでね、うん、こっちこんなことできるんやけど、やってみへんとかいうのが、今後またどんどんなっていけば、全通に入賞の人はもう、ここの、ここのとこは違うぞっていう。うん、感じにもなってくるもんでね、うん、まあ一人のためがみんなのためっていうことで、うん、なればいいと思ってますけどね、まあそのためにもね、うん、やっぱり自分がどういうことをしてるのかいうのはもうどんどんどんこう発表していかんとね、そうね、うん、どこで誰が何をしてるのかは さっぱり分からんままではね、自分のところの商売の、ね、うん、宣伝にもならないですよ、うんうん、まあ、確かに企業秘密的にはね、うん、まああると思うんですけど、まあそこそここの中ではね、まあね、それからお客さんとの間の、ね、個人情報 の、うん、問題っていうのは、これはもうきちんとね、口を固くしておかんと ね、 そうです、宮本さんもさっきね、初めの頃に言われてたけど、やっぱり口固いところは当然なんだけど、商売の話はそれとは違うんでね、だうん、まあ今後またこういうね、うん、まあユーストリームだけじゃなくって、
まあ、最近それこそあの高尾さんとあのフェイスブックの友達にもなっておりまして、はい、まあ、はい、あのそういうところでもね、あのどん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 こうあのどうなのかな、やっぱり情報発信をねしていって、でまあお互いにねその情報の交換ができればね、うん、きちんとしていくっていう、そういうスタイルをまあ、ね、このユーストリームも中心にしてやっていければいいなと、うんうん、そういうふうに思っております。フェイスブックはいいです。いいですね。まあ、今度あの、うん、それこそ全通知ミッションでフェイスブックの同好会というかそういう会作ってみますかね、うん、タイムラインというか、まあ、うん、このリアルタイムにその方がどんなことをしてるとか、うん、どういうものに興味を持ってて、うん、っていう、やっぱりこう偏りますんでね、情報が、うん、知識が。だからあこの方は新聞紙面とかね、経済面でここを興味持ってる、うん、政治でこういうとこ持ってるのが、うん、出てくるんで、うん、それに対してやっぱり読むんですよね、やっぱり、うん、あちょっと読んでみようか、うん、それもやっぱり勉強になるし、うん、それはいいと思いましたよね、うん、まあ、他のツイッターとかミクシーとはまたちょっと違う、またね、ところかもしれないですよね、うんうんうん、まあ、商売の方としてもね、あの情報使っていけると思うしね、うん、まあ、それちょっとまた、うん、あの別に改めてやっていきましょう、はい、じゃあ、今日はそろそろあのいつもに比べてね、あの30分近く、20分ほどのオーバーなんですけれど、まあ、9時も近くなってきましたので、この辺で終わりたいと思います。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それで来月の商売紹介ですけれど、ちょっとあの普通ですとあの最終水曜日の、19時半からということなんですけれど、ちょっと都合がつかないので、改めてまた、来月の、27日にします。27日でもいいと思います、そしたら、来月はちょっと変則的に、最終木曜日、27日ですね、27日、時間は同じ19時半から、始めたいと思います、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。